鈴木つづみです。今回はシェイプでサバを180秒追いかけるベイビーが出たのでやっていくよ。シェイプもレベル1だったから、前回の私のプレイに当てられて脳縛りでいくわけね。理解が早くて助かるよ。今回の儀式はサバイバーとのチェイスをすることそのものが目的みたいね。そうそう、前回はつづみちゃんがポカをやって広告者様を読み上げ忘れてたそうだね。面目次第もございません。忘れないように今回は早めに読み上げさせてもらうよ。まずはシャーク2のササラ会の分から。クロプソウフーマルさん、ヤミヤミさん、カマエルさん、体型がほとんどゴロンゾランさん、ボショウさん、コマさん、ガチャドクロアットファントムアカリさん。次はシャークさんの鼓会の文を私が読み上げさせてもらいます。クロプソウフーマルさん、カイドクさん、ヤミヤミさん、カマエルさん、ボショウさん、ジラソウさん、たくさんの報告ありがとうございました。まずはエースに一撃目。メグパス発見。ヘタ倒しとのタイミングの読み合いはこちらに分解だね。そこでスカルのね。後ろにいるのは誰？こっちも変人、ややこしいわね。健常者変人はレベル3になって獲得したいね。今度は向こうさんの勝利だね。悔しい。ササラちゃんは決め顔でそう言った。確かにつづみちゃんとよつぎちゃんの声質は似てるけども、特に何もなかったので勝って。この追跡の BGM を180秒鳴らしてるだけで BT45,000 ももらえるなんて美味しいベイリーだよね。ウプ主は1プレイごとにとても腰が重くなる性質なので、こういうデイリーはありがたいわね。レベル3発動。いつ聞いても情けない声ね。こういうところにギャップ萌えを感じる人もいるんだから、滅多なことは言わないの。怒られてしまったわ、反省。ええのササラちゃん、何かいつもと違うわね。板倒しのフェイントに勝ち続けるわ。いつもたしなめる側の私をたしなめるわ。前回私を置いてけぼりにして主役張ったのが許せないの。あ、珍しく拗ねてる。これがギャップ RI。うるさいうるさい。レベル3中に見つけ出せそうもないからもう担ぐよ。チカチカ。はい。いや。
グでゲージを貯めて健常者の片鱗を刺すよ。負傷のメグは別にレベル3中に刺さなくても良いという考えね。そういうこと。だから深追いせずに地下の片鱗をするよ。もう一人の健常者片鱗も刺したいところさん。もはや何も言わないわ。ササラちゃんがこのところ誰の動画を参考にしているのかよくわかるよね。わからないけど久しぶりの DS カウンタだよ。またのスパ。ストライク警戒でハイグリ放置で他を追うよ。剣人は二手に分かれた。勇者の攻撃、剣人A に50のダメージ。ふふふ。あははは。最新の一撃。元気でいてね。負傷者相手なら別に今攻撃する必要もないものね。お呼ばれされたので向かいます。本当、今回のササラちゃんは板前勝負に強いわね。窓枠を飛び跳ね回るジャジャウマ娘のイメージは。
何度も言うけど、見違えた成長っぷりね。ふふふ。場所が分かったわね。二人しか残ってないけどね。このゲージの木戻りはクリプの取り分って言うけれど、何のことやら。手がらしだね。ギリレベル3まで足りないわ。ここで通電、そして負傷のエースからゲージを狙って健常者編入を刺す3段ね。その通り。ここまでは思惑通りね。ゲームセット。あちゃなんでも思い通りにはいかないものね。そういえばニコ動で動画を支援してくれた人たちに感謝する機能が備わったみたいだね。広告開始しようにも手元にチケットの持ち合わせがない時に心苦しい思いをしたので、とても良い機能だと思うわ。私も昨日初めてその機能を知って早速使わせてもらったよ。エース君、さああの世に行こうか。あら、こんなところにほら、ホラー穴が。切断せずに待っててくれたご褒美だよ。私の気が変わらないうちにお行きなさい。ハイアリー、無事にウマウマなデイリーも達成ね。今回ゲットした BP でリー・ユンジンも40レベルにして、BP の使い道がなくなったよ。レーティング制マッチの導入のせいか、ランク帯だけで言えばだいぶ格上の方々だったようね。いじめみたいなマッチングが減るなら、多少待ち時間が長くなってもレーティングの導入には賛成だよ。いつもいいねしてくださる皆さんにも感謝を込めて。最後までご視聴ありがとうございました。